スバル、あの毎週おかゆの家に行ってるんですけど、でもこれはおかゆが悪い、マジで。もうだって誘われる、誘われたら行くしかないじゃん。もうおかゆの家にしか手にプリがないわけないからさ、もうさ行くしかないじゃん。もう行かないと見れないの DVD が。スバルはでも毎週行くの悪いしなみたいな、なんか毎週行くのも悪いしどうしようみたいな。でもテニプリはおかゆの家にいない行かないと見れないしと思って、スバルはねこうねちょっと控えてたの。いや別に行きたくねえしみたいな別に誘われたら行くけど、いやそんな申し訳ないし ねちょっとねこう思ってたら、あのおかゆがなんか次いつ見るって聞かれて、スバルはいや別に2週間後とかでも、まあでもあの最短で空いてるのは今週の月曜日かで、月曜日ももうさあのレッスンがさもうさ昼全部入ってたからさ、割と全然今週暇じゃないけど、もうスバルの中のテニプリが見てっていう欲が抑えきれなくなった結果、月曜かなみたいなそれ月曜日おいでよとか言うからさ、おかゆがまあね、そこまで言うならみたいな、もう心の中ではもうめちゃめちゃおかゆの家に行きたいのに、新手にの続き気になるってなってんのに、じゃあ行くかってなんかさ、帰りとかにさ来週も来てもいいかなとか、いや別に言わねえしともうめちゃめちゃ心の中から、おかゆさ来週も月曜集まらないとかさめちゃめちゃ言いたいんだけど、別にあ、お疲れ様っつってありがとうっつって、じゃあ帰るねっつって帰るまあ明日行くんですけどねまあなんかね、アクアはねおかゆと付き合ってるらしいけどね、でコロさんはねおかゆのこと大好きらしいけどね、まああの明日おかゆの家に行くのはスバルです、よろしくお願いしますこれはね、もう本当に申し訳ない。おかころ好きな人とかね、アクオカ好きな人とかね、ごめんね。まあ明日おかゆの家に行くのはこの大空スバルですアクアのさ、とつまちに出た時にさ、なんかさ、アクアがいきなりおかゆと付き合ってるとか言い始めてさ、え付き合ってたのってなってさ私はおかゆと付き合ってんだよっていう、あれはさ、なんマジで